ギター友達が持ってたから、うん、弾かしてもらったら思いのほかうまく弾けたから、うん、その後ギターが好きになってたのね、うん、でこっからが俺の間違いの始まりなんだけど、あれさ、うん、俺が結構さちょいちょいさ、うん、音楽ジャンル変えたりさ、うん、飽きるじゃん、うん、ジャズやったりブルースやったりロックやったり、そうそう、型にはめたがってね、そうそうそう、俺はの型は何なんだっつって、うん、でさちょっとやり始めるとさ、うん、レイドバックができてないとかさ、そうそう、なんだっけ、レイドバックだっけ、レイドバックとかさ、うん、バックビート、バックビートでさ、やっぱジャズは難しすぎるとかさ、うん、なんかあやっぱ俺はブルースだとか言い始めてさ、うんうん、でまたちょっとするとさ、うん、やっぱジャズが好きなんだよね、うん、もうなんか無限ループ俺は何なんだ俺は何なんだってずっと言ってるよね、言ってるよね、うん、俺それの答えが出たんだよ、うん、昨日出た、うん、俺はびっくりした、本当前から答え出てると思う、いやそれの本当の、うん、標高 1000m、 あ来た、はい、答えの、うん、答えの答えが出たのよ、うん、でずっとさそうやってさコロ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 変わってたじゃん、うん、何かっていうと、うん、型にはめたがる、ジプシージャズまでやってたじゃん、やってたそれなんでかっていうとさ、あれだったんだよね、その本当に自分がやりたいこと本心と向き合ってなかったんだよね、うん、でも俺ギター好きだしな、なんで本心じゃないんだろうっていうの不思議だったの、うん、で中学生ぐらいの時にさギター始めた頃のことを思い出してみたの、うん、そしたらさ俺さ、うん、まあ、ロックに目覚めたんだけどさ14歳で、うん、もちろん目覚めた時ってギターなんて弾けなかったじゃん、うん、持ったことも触ったこともないから、うん、だから俺のロックの目覚めってギターが弾きたいじゃなかったんだよね、褒められたいか、でもなかったね、あ違うんだ、自由になりたかった、うん、解放したかったの自分を、ずっとさ受験勉強とかさ小学校の頃からさ、うん、うちは教育熱心だったからさ、うん、塾通わさられたりさ、うん、習い事剣道書道、うん、いろいろやってきて、うん、もう本当にいっぱいやらされた感じなのね、うんうん、で初めてロックバンド、その頃だとボーイとか X とかジギーとか、うん、モトリークルーとかガンズ&ローズとか見たら、もう本当に大人が毛嫌いするような、うん、ロン毛金髪髪の毛立てて、うん、アクセサリージャラジャラで革パンハーレーみたいな、うん、のでそれに自由を感じたんだよね、うん、自分の解放してるのを感じて、俺多分その自由になりたかったんだなって、うん、気づいたのよ、うん、昨日、うん、でその後にギター友達が持ってたから、うん、弾かしてもらったら思いのほかうまく弾けたから、うん、その後ギターが好きになってたのね、うん、でこっからが俺の間違いの始まりなんだけど、うん、そのギター自由を求めてロックに目覚めてギターを弾き始めたんだけど、うん、認められたくなっちゃうのよ、うん、みんなに認められたくなってみんなが求めているものを弾こうとしちゃったのよ、うん、そしたらどん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 自由とかけ離れていっちゃって、うん、結局なんていうかそのギターは、まあ、好きだからそれなりに続けてって上達もしていくんだけど、うん、なんていうのかな、ギターは手段であって目的は自由になることだったのに、うん、ギターが上手くなって承認を得るのが目的になっちゃったのよ、うん、それだと思って、うん、だから俺自分に向いてることは何だろうっていう、カニみたいにさ、うん、こういろいろあっち行ったりこっち行ったりって横移動してたのよ、うん、じゃなくて本当は自由を求めて上に縦移動していくべきだったんだよね、うん、一歩一歩レベル上がって、うん、それに昨日気づきました。
それさ面白いね、うん、あの本当は型にはまりたくなくて、うん、型からの解放じゃん、うん、その親が教育熱心でさ、うん、お受験とか小さいうちからさせられてて、うん、でまあ親はレールを敷いて、うん、あの高学歴のさ、うん、方に進んでほしかったわけじゃん、型にはめたいから、うんうん、でもその型にはめたいところから解放して、うん、自分を自由に生きたいって思ってたのに、うん、ギターを今やって、うん、俺はジャズなのかロックなのかブルースなのかどれなんだって型にはめようとしてるって面白い。そうそうそうどんなパラドックスだよでしょ、うん、だから俺が今までずっと悩んだり、うん、苦しんできてたのって、うん、手段と目的を履き違えてたんだよね。うんうん、ギターが上手くなることが目的だと思ってたのよ、うん、じゃない俺の初期衝動は自由になりたかったのよ。うーん、なんでそれに気づいたの？で昨日その教えてもらった動画見たら、あ、私ら朝面白い YouTube があるから見て見てって言ったやつね。そう、うん、見たらなんか俺と同じような悩み言ってんのよ。なんか心にぽっかり穴が開いちゃってて、うん、仕事で成功してるはずなのに、うん、穴が埋まらなくて、うん、寂しさを孤独感をすごい感じちゃう時があるみたいな悩みだったよね。そう、うん、でまあ自分が今まで結構長いことかけて積み重ねてきたこととかも、うん、なんかふとこれじゃない感があったり、うん、でそういうのを今までの人生で何度も繰り返してきたっていうのね、うん、なんか秋っぽいのかなと思ってたって言ってたよね。そうそうそう、うん、であれ俺と一緒じゃんと思って、うん、俺も秋っぽいし、うん、でもかといってギターはずっともう何十年も続けてるし、うん、あれなんかここに答えがありそうと思って見てったら何十回も見てたよね、うんうん、そしたら本心と向き合ってないと、うん、そういう秋っぽい行動に出るんだって、うん、だそもそもだってその本当に求めてることじゃないことをやってるから、うん、続かないよね。続かないし、うん、とっかえひっかえ変えたところで、うん、最初は目新しいから、うんうん、なんかやるけど首、うん、の空に、うん、こっちだここ、あ、通行止め、うん、だからか、うん、とっかえひっかえやって、うん、結局飽きて、うん、また悩むっていう、うん、のになってるっていうのを見て、うん、これだと思って、ってことは俺も本心に向き合ってなかったんだなって思ったのよ、うん、なんか向き合うのが怖い理由があったのかな。だからその理由は、うん、あれだって、本当に好きなことに向き合うと、うん、失敗した時にダメージが大きいのよ、うん、これが私の本心ですってさらけ出した時に、うん、え、あんたそんなの好きなのとか、うん、ダッサーとか言われたらもう立ち直れないじゃん、うん、本当に好きなものを出した時に、うん、だから隠そうとするんだって人間は、うんうん、で隠し続けたがゆえに、うん、大して好きでもないことを特会引っかやっちゃうんだって。まあ大して好きでもないから続かないんだろうね、うんうん、でなんかこれじゃない感がずっとあって、うん、また別のやるんだけど、うん、これじゃないこれじゃないこれじゃない、俺の型はどれなんだっていうけど、うん、って感じてるけど、うん、型をにはめたくないっていうのが本当だったんだ、うん、ずっと型を探してたけど、そうそうなの、もう本当はコントでしょ、人生コントだからね、うんうん、いやそれに気づいちゃってさ、うん、もう今朝景色が変わったよまた。よかったやん。緑が緑に見えたよ。まあ、緑は緑にしか見えないよな。いや今までさ、うん、ちょっとさ、うん、おばあちゃん変質者事件からさ、うん、緑がグレーに見えてたけどさ。なんかそう言ってたね。うん、繊細だな。うん、あそっか、俺本質見てなかったんだって。うん、思ったら緑が緑に見えた。私緑が緑に見えなかったことないわ。あるんだね、グレーに見えることが。なんか溝落ちのあたりがぐーっと押さえつけられるような。ずっとお腹痛いって言ってたしね。なんか、うんうん、本領発揮できない感じ、が続いてて、うん、なんだろうなってずっと思ってたのよ、うん、そうなんだ、うん、なんか心の中にモヤモヤがあったんだ。あったあった。へえ。この数ヶ月。そうなんだ。うん。
でも俺の本質はギターが好きだと思ってたんだけど、うん、それすら勘違いだった、うん、自由になりたかったんだってことに気づいて、うん、あ、ギターは手段だったんだって、うん、まあでもいつも言ってることだよね、なんかその、うん、頑張って、うん、頑張って、この間もさ、うん、このシリーズで一個前に話したけどさ、うん、すごく頑張って認められるとかじゃなくて、うん、そのままの自分を自分で認められるっていうか、うん、そうそうそう、そういうことでしょ。そう、本当に気づいたわ昨日。そうなんだ、うん、一人で熱くなってるけどすいません。なんで謝んの。一人で熱くなっちゃった。一人で熱くなれよ。自我の。そうだよ、解放。誰にさ賞賛を得られなくても、うん、一人で熱くなればいいって。それも言ってた。自由は、うん、俺が求めてる自由ってのは、うん、誰かの評価とか、そうそう、いらない。誰かの顔色とか伺って、うん、やることじゃない、うん、くて、評価されなくても好きだからやり続けるっていう。そうそう、誰があの話に追いついてきてなくた、うん、なかったとしても、うん、一人で熱く語ればいいんです。そうそうそう、言ってたわそれ、うんうん、だからあのすいません一人で熱くなっちゃってとかいらないんだよ。わかりました。一人で熱くなってください、どんどん、はい、そう、それに気づいてさ、うん、あー俺もう完全、うわ早このトラック。さっきからトラックにビビってる。トラックめっちゃ速いんだよ。トラック怖いよな、うん、いや本当に気づかされましたわ、うん、よかったね。俺自由を求めてたんだって、もうびっくりです。あー、じゃあさ、だからギターじゃなくてもいいと思う時があるんだよ。あー、 YouTube でもいい。YouTube の方が好きなのは自由だから、うん、表現するのも自由だし、うん、自分が全部自分でやってるし。そう、いやそんなの分かってたことやん。あ、ごめんなさい、私が分かってただけで。外から見たら分かるんだよ。いやそうなんかもしんないけど、うん、俺も分かってたつもりでいたんだけど。あ、そっかそっか。だから YouTube も、まあ、個人事業主もそうだよね、うん、自分で自由にやりたいから、うん、誰かの指図受けたくないし、うん、型にはまりたくないからこそ、うん、今の生き方を選択してるわけでね、うん、トウ君はもう昔から自由をとにかく、うん、自由っていうか自分を尊重すること、うん、自分を解放することを一番コアに持って生きてるとは思ってますけど。そう、うん、なのに他者の他人軸の評価を、うん、承認を得ようとしちゃうの、気にしちゃうの。ああそう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 、うん、だから苦しくなるんでしょ。そう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 、だからさ YouTube のさ、うん、再生回数とか気になってさ、うん、あの別の方に走ったりしちゃうんだよ。だからいつも気にすんなって言ってんのはそういうところで、他者の評価は、まあ、後からついてくるからね、うん、そう、まあそうだよね、そういうことだよね。いやだからね、うん、びっくりしちゃって俺昨日自分で、うん、自分のさ、うん、なんていうか、なんていうのかな、そのアクセルとブレーキを一緒に踏んでる感じ、うん、自由になりたいってアクセル踏んで、あの他人の欲求、他人からの視線を感じてさブレーキ踏んでんの、うん、何やってんだっつ、うん、なるほどね。いやそれを気づいて、緊急待避所、あここね、面白いね、あのあれ壊れちゃった、雪で滑っちゃった時とかエンジンが故障しちゃった時にあそこに突っ込めたやつ、ブレーキ壊れちゃった時、うん、あブレーキ壊れちゃった時、うん、面白い、うん、あすいませんどうぞ、はい、この見てよ緑ね、すごい綺麗、これがグレーに見えてたからね。あそれがすごいな、感受性豊かすぎない。グレーって言ったって本当にグレーじゃないけどね、緑にしか見えないんだけど、いや緑にしか見えないんだけど。それを受け、なんかこう自分のフィルター通すとグレーになってたのよ。濁っちゃった、うん、濁ったね、霞んでたね、ないな、そんなにこうあれ、シャカリキに生きてないわ私、緑にしか見えない。シャカリキコロンボスだったよ俺は、そうなんだ、うん、でなんでシャカリキに生きるかっていうと、やっぱこう他人の評価を気にしてるかなんだよな。そういうのも全部さ、うん、ちっちゃい頃からのさ、やっぱりこう、うちの親は結構あの外の目を気にするタイプだったから、そうだね、隣の家の子がさ、うん、本当東大と早稲田に入るっていうすげえ秀才の家だったの、うんうんうん、小学校の頃かな、うん、何々くんは、うん、
東大行くって言ってるけど、うん、あのともくんはどうすんのみたいな。あ、すごいね、小学校から東大を目指してる子だったんだ。まあね、どこまで本気だか分かんないけど、うん、まあ、親父が親父だからね。そうだね、うん、お父さんが高学歴だから、うん、やっぱそこを目指してほしいと思っちゃうだろうね。で、親父もさ、親父でさ、うん、戦争中に生まれてるからさ、うん、昭和10年、うん、まあ親の愛には飢えてるのよ。うん、まあそうだよ、みんなそうだよ、うん、しかも疎開先で生まれてるからさ馬小屋で生まれたって。そうそう、だからさ、うん、まあなんかその愛情の表現の仕方も下手だし、うん、まあ親のあの親父なりの愛情のかけ方なのかもしれないけど、うん、まあ学歴とかそういうのにこだわるからさ、うん、俺ずっと自由ってさ、うん、人目を気にしないでやることが自由だと思ってたの。あー、他人の目が気にならなく生きていくこと。そう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 、うんうん、だから本名を出して、うん、顔出しして、うん、ギター弾くってことは自由だと思ってたの、うん、もう全てをさらけ出してやってるつもりだったけど、うん、全てをさらけ出して、うん、人目を気にしてた。だからこそさ、あのジャズのなんだっけ、うん、あの宇田さん、宇田さん、うん、宇田さんとかに憧れんじゃん。そうそうそう、もう人の目を気にしないで、うん、自分のやりたいことに自由に生きてる感じがするんじゃん、うん、そう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 、そうだからそのロックに目覚めた時も、うんうん、もうなんかもう自由奔放に見えたのよ、うんうん、で、あんな風に自由に生きていきたいなっていう、うん、思ったのね。なるほどね。だから俺やっぱ自由を求めてたのに、うん、やっぱりどこか植え付けられた外からの、うん、視点とか他人軸で物事を全部考えてたんだなって、うん、ってことに昨日気づいたのよ。うん、多分、うん、私が見てる限り、うん、その人のそういうところを探してあげるのも上手だと思うわけ、うん、分析力が高いっていうか、うん、でその分析力が高いところと、うん、あの自由を掛け合わせると、うん、いやうまくいくはずだから、うん、やっぱそっちなんだ、うん、ってずっと思ってんだけど、どんどん私の思い通りにことが運んでいるね。いや、まあ、本質を見抜いてたんだよね。まあ多分外から見ると分かりやすいんだよね、人のことって。自分のことって分かんないじゃん。で結構さ、うん、あ、いいですか。いいよいいよ、あなたのターンだから今日は。あのレッスンしてたじゃん、うん、十何年、うん、もう多くの人が俺と同じ間違いを犯してんのよ、うんうん、全然練習しても上手くならないとか、うん、やってもやっても飽きちゃって続かないとか、うん、みんなね口にするのは、うん、僕って今どれぐらい上手いですかとか、うんうんうん、あの3年やったらみんなどんぐらいやるんですかとか、うん、すごい他人のこと気にしてんの。やっぱ肩を大事にしてんのね、うん、僕って何位ですかぐらいな感じ、うんうん、今教室で、うん、やっぱねみんな他人からどう見られるかを軸にしてギターレッスン通ってる人がいたのね、多かったので、結構、うんうん、生徒さんもそれで悩んでる人がいたのね、うん、だから、うん、今なら答えが分かるんだよね。あ、いやそんな悩まなくていいんですよって、うん、人と比べないで、うん、自分のやりたい自由に、うん、それこそ自由にできてもできなくても関係ないんだから、うん、楽しみましょうっていう、うん、だけど結構それで悩んでる人多かったから、うん、これこういう悩みってみんな持ってんのかなと思って。うん、いや持ってるよね、やっぱ人の目は誰だって気になるしさ、うん、それはもう群れで生きてる人間の特徴だからさ、うん、多くの人がそうですよ。できないんです、どうにかしたいんですって悩んでる人は、うん、やっぱり目的が上手くなることにしちゃってるけど、うん、本当はもっと自分の中に何かあったんじゃないのって、うん、今なら、うん、分かる。もう一回、うん、本当にそのギターを弾く時、うん、その初期衝動は何だったのかっていうのを思い返してみなって言えるんだけどね、うんうん、
でも俺は分かんないから、その時は、うん、一緒になって、うん、なんでできないんですかねってこう一緒に考えてさ、うん、そうそうそう、ああそのともくんから教わりたいよね。そのなんで俺さギター講師やったかっていうのもさ、うん、俺ちっちゃい頃にさお母さんからさ、うん、先生に向いてるとかなんかよくわかんないこと言われたことあんのよ。そうなんだ、うん、あやっぱ先生的な立場の上の人になってほしかったんだろうね親がね。ともくんは先生に向いてるねとかってなんかわかんないけど言われたの、うん、あそうなんだ、うんうん、でもそういうのとか引きずってんだろうね。あそうだね、ちょっと親のちょっとした一言がさ、うんうん、かなり影響大きいからね、うん、そうだね、そうそうそう、うん、だから本当はさ、うん、ねえもっと早く気づくべきなのかもしれないけど長かったな。だってさやっぱお母さんとかさ、うん、お父さんに対してもさ、うん、ギターでねあの YouTube やってますっていうよりかは、うん、ギター講師でちゃんと生徒いっぱいいますって言った方が箔がつくからね、うん、親も認めてくれそうだし、そう親に認められたいっていうのがね、うん、やっぱ強いのよ。いやそれはそう、みんなそうだよ、そう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 、親に認められたいよ、親にちゃんとした人間だと思われたい、そうだよ、だから教則本もいっぱい書いたし、うん、もうそれでできたからいいんだよで、うん、全部やったじゃん、うんうん、ギター教室も、うん、まあそれなりにうまくいって、そうだね、プロギタリスト、うん、まがいなりにもうん、うん、なんとか生きてけて、うん、ギターで食えて、うん、で教則本も数冊書いて、うん、全部やった末に、うん、あの心にぽっかり穴が開いたのよ、うんうん、まあ最初から穴開いてんだけど、うん、穴が開いてんのが埋まんなかったのよ、うん、埋められると思ったの。あそうだね、もう ここまでこれをやれば心の穴は埋まるだろう、うん、と思って頑張ってきたわけだよね。要するにもうその夢が叶えば幸せになれるだろうと思ったの、うん、なれなかったのよ、うん、でさ、うん、なんだったんだこの人生はっつってさ、うん、心理学とか勉強してさ、うん、いろいろ見つけたじゃん、うん、そっかって、うん、でやっていろいろ試してさ、うん、で YouTube とかやって自分の好きなことやろうっつってやってさ、うん、いやいやいやっつってさ、うん、そしたら今度さ、うん、自分の根幹でもあるギターがさ、うん、なんかこれじゃない感出てきちゃってさ、うん、何ですかこれはっつって、うん、俺からギター取ったら何が残るのぐらいな気持ちでいたらさ、うん、自由でした、うん、俺の本当に求めてるものは。Thank you.